はい、今日はですね、この岐阜市ブライトンホテルで、京都ブライトンホテル上京区から午前昼間からですね、フレンチのフルコースをいただくことになりまして、移動しております。今日は大変楽しかったです。今12月の最初の日にしては、ラッキーだったなと思っております。はい、それではこれからいただきます。本日は12月1日日が変わりまして4月になりました。これまであまりホテルのフルコースなどは上げておりませんけど、これからはぼちぼちこういったことも上げていこうかなと思っております。京都ブライトンホテル上京区にございます。素敵なホテルでございます。今日はそこの お昼からですね、フルコースのお料理をいただくことになりました。このようなものでございます。このようなものが出てまいりました。楽しみでございます。それでは、一品目が出てまいりました。魚介類のミルフィーユというのでございます。根菜のマリネと、一緒に出てまいりますが、甲殻類のうまみが添えられているということでございます。そうでございますね。2品目が出ております。このように白いんげんのポタージュソースでございます。この上に乗っておりますのは、このベーコンを細かく砕いてあるものでございますね。そういったものでございます。3品目が出まして、マタイのロースでございます。アーモンドのパウダーがかかっております。普通のフルーツが取るんですけど、普通のフルーツはいかがなものかということで忘れてみましたけど、わからないということでございます。はい、普通のフルーツはですね、冬季オリンピックを開かれるところで、美しい方が覚えております。私も2度ほど行っております。それでは4番目の肉料理が出まして、牛フィレ肉のグリルでございます。かかってるソースなんですけど、ソースジャポネルージュというふうになっておりますが、日本の、お醤油ベースのソースかもしれません。それでは、最後にデザートが出てきております。このお料理のデザートの説明ですが、ムラングステックショコラフランと書いてあります。ムラングステックというのはよくわかりませんが、ショコラブランはですね、ホワイトチョコレートということで、そうでございますね。そしてですね、中途半端にですね、このソースの説明をマンダリンオレンジソースなんかで、おかしいですね。で、ラズベリージェラートということで、こういう形になっておるんですけど、これもうちょっと統一されてはいかがかなと思いますね。容器をですね、出ないと理解が浸透いたしません。はい、これからいただくことにいたします。はい、最後に、コーヒーまたは紅茶と書かれておりましたけど、聞かれるまでもなく、コーヒーが出てまいりまして、レギュラーコーヒーを飲んでみたんですが、はい、これにて、今日の京都ブライトンホテルの
ベンチのコース終了でございます。シャンパンも少し出ましたけど、私はもうお酒をやめて今日でまず10年とプラス1日もなんです。お酒を飲まない習慣、これを続けていきたいと思います。京都の語り部、世界を旅する YouTuber キッシーがお伝えを